南日本とは、日本を大きく分けるときに使用される語で、日本の南部を指す。大英義語は北日本。東日本、西日本、北日本という語が、天気予報などで使用されるのに比べ、南日本という語が使われる機会は少ない。競技では九州及び南西諸島を指すが、山口県、広島県西部及び島根県西部もしくは南四国を含める場合もある。 また、九州及び南西諸島は、抗義の西日本にも含まれる。また、宮崎県と鹿児島県では、南九州、三州と並び、地域の差別化を促す意味合いで地域を指す用語として使われ、南日本銀行、南日本新聞社、南日本放送など、地域に根ざした会社名や団体名の名称として使用されることがある。 2018年10月1日推計人口は1431万人で日本の人口の11.3%を占める。年少人口比率が13.6%と全国平均よりかなり高く、最も少子化の激しい北日本に比べると15年以上少子化の進行が遅れている。ほぼ同規模の人口を持つ北日本と比較すると2019年で出生数は 南日本の方が35%多い反面、死者は北日本の方が10%以上多いなど差が年々大きくなっている。谷岡武を山口慶一郎監修、三成堂編集書編、コンサイス、日本知名辞典第3版の南西諸島、琉球諸島及び先島諸島のそれぞれの項目によれば、南西諸島は大隅諸島、トカラ列島、 奄美諸島、沖縄諸島及び、先島諸島からなる。谷岡武を山口慶一郎監修、三省堂編集所編、コンサイス、日本知名辞典第3版の南日本の項目を参照したものに基づく。ありがとうございます。